おはようございます。すすきの YouTuber たまさまです。本日はなんとデブ菌を減らすという噂の酢キャベツを作ってみたいと思います。はい、酢キャベツというぐらいですからね。まずキャベツ2分の1玉、はい、2分の1玉と、なんか酢は何でもいいみたいだったんで、僕的にリンゴ黒酢にしました。はい、リンゴ黒酢ね、めっちゃ体に良さそうはい、こちらを使って酢キャベツ作ってみたいと思います。はい、ではではですね、水洗いして水気をよく切ったキャベツをね、はい、千切りにしたいと思います。千切り僕もあまり得意ではありませんはい、とりあえず千切りになったので千切りが終わりました。ということで、ね、ジップロックに、はい、入れて、で、まあ半玉に対して200ミリリットル、200ミリ、ね、これここまでで200なんで、はい、はい、では酢入れます。空気がね、抜けるだけ空気を抜いてください。で、まあちょっとね、よく浸かるようにこう全体的にこうまんべんなく、はい、ね、なめすように、あの僕はね、こうちょっと液漏れが心配なんで、こうやってタッパに入れてつけておきたいと思います。はい、これで1週間、はい、漬け込んで、で、1週間後から、まあ、2、3週間以内ね、2週間以内ぐらいかな、1週間漬けた後に2週間以内までが食べ頃みたいです。はい、これでね、1週間後お楽しみに。はい、というわけでですね、あれから1週間経ちました。厳密にですね、10日あ、くらい経っちゃったかな、なんですけど、はい、キャベツできたんで食べていきたいと思います。こちらこんな感じですね。ちょっとやっぱりね、リンゴ黒酢だからちょっとね、黒っぽいのかな。あ、すごい酢の匂いがしますね。では食べてみたいと思います。ただ本当にお酢につけてるだけだからただ本当に酢の味しかしないと思うんですけど、いただきます。うん、あ、リンゴ酢キャベツですね想像のまんま、ちょっと甘いかな。これなんか味付けとか、なんかね、他のものと混ぜたりすると美味しいと思うんで、なんかアレンジしてね、できるだけ毎日食べてみてください。つけて1週間から、1週間置いて、で、2週間から3週間以内に、はい、つけてからね、食べてください。その辺が食べ頃みたいです。はい、これで皆さんでね、腸内の善玉菌を増やして、一緒に痩せましょう。以上、すすきの YouTuber たまさまでした。またね。おいしいヘルシー。